よーい、スタート。監督の太田です。その意見に対してその反論をしていく、批判をする、でそれに対してまたさらに反論をする、説明をするみたいなことをやってますよね。で、思うんですけれども、そういうことね、SNS やってらっしゃる方々は経験あると思うんですけれども、言ってきたことを真面目に答えていても、相手がもう最初からおかしなことを言ってくる人もいますし、最初は理路整然と別の意見を言ってきているのに、議論をしているうちにだんだん相手の分が悪くなってくると、なんか感情的になって、例えばこの A の話をしているのに、で A で負けそうになると、だったら B はどうなんだよとかっていうふうなことを言い出して、論点をそらせて、もう負けじとね、B の方では勝とうとするような姿勢する。で、あるいはその話がだんだん自分の方が分が悪くなってくると感情的になって、だからお前はバカなんだよとかね、バカと話しても仕方がねえなとかね、そもそもお前のその言葉遣いが気に入らないんだよとかっていう、もう誹謗中傷、人格攻撃になってきてっていうこともよく見かけますよね。だからね、そういうのをずっと見てると、もう何考えてる、そう、会ったことない同士ですよ、それがそんなことを言い合ってて、政治についてとか、政治の件が多いですよね。でも例えばその環境保護であったりとか、地球温暖化であったりとか、いろんなそういうカテゴリーがあるんだけど、そんなことずっと言ってる人たちがいて、で、あんまり僕そういうのを知らない人とね、議論しても始まらないと思うので、あんまりというか、そういうのはもうツイッター上で相手にしないんですけれども。って言いますのは、やっぱり議論って大事なのは、お互いにある程度バックグラウンドが分かっていて、で、どのぐらいの知識量があるかっていうことが分かった上で、議論することで、A と B の意見であったとしても、で、お互い批判したり、質問したり、突っ込んだりすることによって、相手の、考え方や相手が持ってる知識を得ることができるっていう。で、議論によって要は自分の、情報量や知識を、や経験値を増やすというメリットがあるはずなんですよね。あるんですよね。で、それなのに多くの場合、道場破りみたいにね、来て、どのぐらいのものかね、腕前を見せてもらうじゃねえか、みたいな形で、時代劇で出てくる、浪人役を やってきて、その道場のね、手合わせ願おうみたいな、そんな感じがするんですよね、日本のその議論っていうのを見てると。で、だから自分の知識を誇りたいとか、自分の技術や、正しさを証明したいという、情報の交換とか、より、違った知識を得ることに目的がないんですよね、多くの人たち。で、やはりその同じ量でなくてもいいんですよ。情報があって、それぞれに情報があって、どういう人が分かっていて、で、それで初めて、お互いに敬意を持って、意見交換、議論する。いや、それは違うんじゃないですか。じゃあ、なぜ違う理由は何ですかとかね。こういう理由があってとかって言うから、なるほどね、それも一理あるよな、とか、そういう考え方もありなんだ、とかいうことになるんであって、やっぱ会ったこともないってね、Facebook でさえもね、やっぱり、だいたいそんなこと言ってくるやつってね、もう明らかに違う名前、もう月光仮面みたいな、そんな人いないですけどね、みたいな、明らかにこれ偽名だろうみたいなね。で、写真もピカチュウだったりね、アニメキャラだったり動物だったりして。で、プロフィール見てもね、大学どこ出たらどんな会社行ってとかも一切書いてないみたいな。だから、結局、Twitter と一緒なんですよ。で、そういう人たち何かって言ったら、覆面をして、偽名を名乗って、で、ネットなんて声も聞けないですからね。で、声もかけて、で、
私と議論しましょうっていう、こんな覆面したやつが、まあ簡単に言うと、例えば街を歩いていると、例えばね、太田さんですねって、あ、そうですけどって言ったら、私と議論しましょうって覆面かぶったね、デストロイヤーみたいなやつが来てね、で、今の政権についてどう思いますかとか聞かれてもね、答えないでしょ、そんなの。なんでデストロイヤーと街中で議論しなきゃいけないんだっていうのと、そういうネットでいきなりこうなんか噛みついてきたり批判してきたりする人たちって一緒なんですよ。だってあなた、例えば、例えば映画のことでもいいですよ。今の映画界のあり方みたいな。で、その人が映画界に対して詳しいのか、映画界の人間なのか、あるいは映画ファンなのか、映画マニアなのか、どのぐらいの間映画を見ているのか、そして映画業界のことをどのぐらい知っているのかって分かって、でこそ、議論になる。いや、今のね、日本の映画会社大手やっぱりダメですねとかね、何が問題なんだろうとかいう話ができるわけで、で、なんか聞きかじった映画雑誌見て聞きかじった話とか、なんかそんなでね、そこはおかしいとか言われても、いや、こっちはその世界で働いてんだからよく知ってんで、そんな状況ないからっていうふうなことをなんかね、話したり、議論したりするのってめっちゃ無意味だなと思って。でも、なんかね、そういう人たちって、この監督はなんかいつも偉そうなことを言って書いてるから、ちょっとこう、お灸を据えてやろうとかね、どのぐらいのもんなんだか俺と勝負してみろみたいな、やっぱ人たちがやっぱいるんですよね。だからもう、何年も前からもう Facebook ではそういう議論はしません。ね、知らない人と議論しても無理だと思ってますからね。で、質問にも答えませんとかっていうのはもう定期的に出してするんだけれども、新しい友達でその辺来たばっかりの人たちとか、それを出しているにもかかわらず言ってくる人たちがたまにいるんですけど、もう最初の段階でもあまりに失礼なこと言うと、もういきなりもうなんかね、全部友達削除してやるんですけど、最近はっていう、だってそういう人たちに、例えば5分10分の時間でもね、費やすのはもったいない、出なくても忙しいんで、っていうのもあります。で、まあそういう似たような経験をした方っていうのは、やっぱり SNS とか、やっているとね、きっとあると思うんですよ。ね、見ていても、まあ自分には来ないにしても、見ていると、ちょっと著名な、Twitter 有名人みたいな人たちって、もうすぐなんかかんかでも上げ足取りするようなコメント入ってたりしますよね。で、それって何なんだろうなっていうね、考えたんです。なんでそんなことになっちゃうんだろうなっていう。やはりね、日本人は、まあこれ逆にね、僕はアメリカの大学に行っていたので、それと比較してみますけれども、アメリカの学校は、それこそハイスクールの頃からディスカッション、ディベートの授業があるんですよ。で、二人、生徒が選ばれて、じゃあ今日はこのなんかトピックについて二人で議論してくださいとかって議論する。というね、そういう授業があって、どのようにしてディベート、つまり討論をするかっていうふうな方法とか、いろんなそういう、ルールも、みたいなものをやっぱ学ぶんですよね。だから僕は大学の英語コース、まあ英語全然できずに行ったんで、最初英語コースを取らなきゃいけなかったんですけど、その英語コースですらね、ディベートの、クラスがあって、で、こう、まあみんな外国人ですけど、ね、と一緒にこう、英語で、そのある問題について、文化についてとか、アメリカの歴史についてとか、なんか、まあタイトルもらうんですけど、それについてディベートするっていう風な授業があって、で、やっぱりそうなんだ。やっぱアメリカってそういう国でね、もうすぐに訴訟を起こす国だけれども、やはりこう、自分が正しい、アメリカ人で自分が正しいんだみたいな人が多いんだけれども、その時にやっぱりそれを理路整然とやっぱり説明するんですよね。で、だからアメリカ人なんか文句が多いなとか、なんか自己主張が多いなとか思うんだけれども、それをこう思うんだって、民族も違うしね、宗教も違うし、人種も違う人間がこう、本当に2億人ぐらいいるわけでしょう。で、まあ、白人の、ある種の人たちが多いにしても。だからそんな中で、するには、まあ、わかるだろうとか、日本ならね、わかるだろう、昔からよく言うだろうとか、いうことで分かり合えたり、我慢したりっていうことで成り立ってきたけれども、やっぱアメリカはそうやって議論して自分の正しさを伝える、その、やっぱり理不尽なことをやっぱ解決したい、しなければいけないっていうことを訴えていくみたいな、やっぱり文化っていうか習慣、発想があるんですよね。で、そのためにもそのハイスクールからそういうディベートのクラス取って勉強していくっていうね。
のがあるんですけど、日本でそういうのないじゃないですか。で、まあ、学級会で先生違う、それは私は違うと思いますみたいなことを小学校の頃言うけど、もう中学高校になるともう自分の意見一切言わなくなりますよね。で、なんでかって言ったら、何か言ったらあいつ何なんだよとかね、偉そうにとかって言われる、そういう、まあ前にも話しました村社会ルール的なものがだんだんこう大人になるにつれみんな学んでいって、 なるべくそういう意見は言わないっていう風な、大人が育っていってしまう。で、そういう人たちが、いきなりそのネットの普及によって何でも言えるような環境ができてしまったとき、それも自分の姿を見せずに言える環境ができたときに、やはり議論っていうふうなことを学んでないし発想がないんで、ただ単に、愚痴を言ってる、誹謗中傷してるみたいなことになる。でもその中でもうあれに論理性があるようなっていうか、その知識をやっぱ誇りたい人たちっていうのは、一応議論っていう形、文句とかね、クレームじゃなくてっていう形でこう言っていくんだけれども、だんだん、負けが込んでくると、ね、自分の部が悪くなると感情的になって取り乱してね、誹謗中傷になってしまうっていうのも、やはりそういう訓練を受けてないから、そこでもうなんか自分を制御できなくなってしまうっていう、部分があって。だからね、何かっていうと、日本のその議論っていうのは、議論に負けたからといって人格が否定されたり、その人がバカだとか、そいつ許せない、否定されることではないんですよ。そもそも意見が違うんだから。ただ、その、なるほどね、あなたの言うことの方が、今の、社会において、有効性がありますねっていうことで、その人の方が正しいっていうふうなことはありますよ。でも、それによって自分がダメな人間だったり、お前の言ってることは全く無意味なんだっていう、人格否定ではないんですよ。にもかかわらず、日本の場合は別にそういう個人のことでなくても、なんかすごくムキになって、怒り出したりするっていうのは、それは自分の意見が、否定されたからではなく、人格が否定されたと思ってしまうんですよね。だからこう感情的になって、うるせえバカ野郎、お前だからお前みたいなさ、消えちまえみたいなことを言ってそうなっていくっていうのは、もう子供の喧嘩、もうね、もう本当に小学生の喧嘩みたいになってくるっていうのは、そこを勘違いしてるからなんですよね。だからもうそもそもやはりそんな、まあアメリカの教育みたいに、つまり意見が違うっていうことを、で、どちらの意見がその現段階において正しいか、より有効があるかみたいな話をするのが、議論なわけで。で、そこでこう、そういうアイデンティティやね、個人の尊厳みたいなことを持ち込んで、傷ついたり否定されたり、逆上したりっていうのはね、本来そう違うことなんですよね。だから今言ったみたいに、いくつかの側面があって、日本人の議論っていうのは、なんかね、議論になってないことが多いっていうのはね、よく感じますね。ね、ね、あれもそうですね。NHK の朝やってる番組で日曜討論とか言いながら、討論してないですからね、あれ。ただ司会者が質問して、その各党首に質問して答えてるだけで、討論しろよ、討論っていうね。まあ、あれもそうですね。どっかの番組の深夜に月一でやってるやつも、朝まで討論しますとか言いながら、あれも討論してなくて、ただ言いたいことを言って、司会者がぐちゃぐちゃにかき混ぜてるだけでね、それ見てみんな、あ、バカだねとかね、あいつ、間違ってるよとかって言って楽しいんだけの番組で、あれも討論にはなってないですよね。だからやっぱり討論することで、それをこう、その本質を見極めていく。いろんな意見を出し合って、それで何が正しいか、どうするべきかということを考えていくのが討論なんでね。まあね、その辺厳しいなっていうね、ことを、ね、感じます、本当に小学校でね、ディベートのクラスを日本でやればいいのになと思うんだけれども、そんなこと、ちょっと最近もまた思いました。またこういう話していきます。